毒茶事件とは、1898年、流罪中であった大韓帝国の元ロシア語通訳官、金広司陸が、大韓帝国の皇帝抗争を、毒入りのコーヒーで暗殺しようとして発覚し、死罪に処せられた事件。抗争を、皇太子暗殺未遂事件あるいは、茶毒事件とも称する。1897年10月、朝鮮王国の国王抗争は国語を、 大韓に改めたが、それに先立つ9月、ロシア帝国は、仲介公使を、カール・イバノビッチ・ベイバーから、アレクセイ・ニコラビッチ・シュペエーエルへと交代させた。新任のシュペエーエル公使は、朝鮮の財政権を掌握するため、1897年11月、英国人財政顧問のジョン・マクレビ・ブラウンを解雇して、自国人に変えることを強要する、タクシ顧問事件を起こす一方、 1898年2月には、不山南方の全四毒の咀嚼権を韓国政府に承認させた。こうした強引な主権侵害行為には、日本帝国、イギリスが反発したのみならず、韓国国内でも、廃炉派勢力の台頭を招いた。ジョはじめヒツラの独立協会は、1898年3月に開かれたハンスンフ市民による万民共同会に支えられ、 旧国上訴の反路運動を展開し、ロシア人軍事教官財政顧問の解任と、カン銀行の撤収などを韓国政府に迫った。この運動の高まりは政府を動かし、韓国政府は、シュペイエール公使に、ロシア人教官顧問を継続雇用しないことを通告した。その結果、ロシアは軍事教官や財政顧問を本国に引き上げた。 4月、日本帝国外相の西徳次郎と、ロシア外相ロマン・ローゼンは、相互に、韓国の独立を認め、日露双方が韓国に干渉しないことを約束し合う、西、ローゼン協定を結んだ。ロシアの後ろ盾を失った、構想の身辺には、様々な脅威が降りかかった。百九十八年七月には、独立協会会長のアンコトブキが、現役軍人、 退役軍人を買収して皇帝の上位を計画した事件が起こっており一方この頃独立協会のメンバーが中心となって常日の万民共同会が組織され半寸周辺に限られてはいたものの国家の自主独立とともに人民の自由民権が大いに交渉されていた独茶事件はこうした中1898年9月に起こった事件である構想と 皇太子環境堂出身の金広史陸は、ウラジオストクなど宴会州と朝鮮の間を行き来して、ロシア語を身につけ、朝鮮王朝より通訳官として採用された親、ロシア派の人物である。1894年から翌年にかけて、ロシア駐在朝鮮国公使のリンススムと、朝鮮駐在ロシア公使のベーバーが条約を結ぶ際、朝鮮側では唯一のロシア語通訳として活躍した。 1895年には、リハン・ススム、リサイ・ブチ、アン・コトブキなどと共に、春オモン事件に加わったことがあり、1896年の、ロカン派、戦時には、秘書院・ススムでありながら、高想とベーバーの間の通訳を行った。高想からの信任の厚い人物であったが、ロシアの誠意を信じきっており、権力を乱用して民衆から求断されることもあった。新度政権下では、 いイ,イサオ前大臣より、学部教鞭への昇進を受けたが、1898年の振動派の没落に伴い、感触を失った。3月7日には、金広市陸暴殺未遂事件が起こっている同年8月23日、ロシアとの通称に際して着服した疑いで流刑の招職が出され、8月25日、全羅南道の黒山島への配慮が決定した。 金広市陸は、流罪にされたことで、高宗を恨み、高宗の誕生日に、自身の腹心であるあなトモ職に高宗と皇太子の、毒殺を指示した。1898年9月11日夜10時頃、高宗と皇太子が宮殿での晩餐の際に吐き気を、催し、皇太子の方は、倒れ、人事不正に陥った。高宗は、日頃からコーヒーを愛飲していたが、この時は、 匂いの異変に気づいてほとんど口をつけなかったが、皇太子は誤って半湾ほど飲んでしまった。また、同じコーヒーを飲んだ内子7名、女官3名、別入り侍1名にも同様の中毒症状が見られた。死者はなかったが、皇太子には障害が残った。事態を重く見た、韓国の宮内大臣は、刑務長に明治手各官庁の法中14名を拘束し、 取り調べを行った。取り調べの結果、免職になっていた、金正和という人物が浮かび上がった。金正和は、前天然主,主事の高正則より宣言の報酬を受ける約束で、コーヒーに毒物を混入したと自白した。そして高正則は、金広シリックから、強弁職を受ける約束で、毒入りの飲料により、酵素を殺害するよう指示され、 金昭和を買収して犯行に及ばせたと自供したので、ある。これにより、9月14日、高正則、及び金、昭和とその妻が逮捕され、その他の法中はすべて監獄に移された。この時点では、流刑地に移動中であった金広司陸は、新川で逮捕される手はずとなっており、実際に逮捕されたのは14日を過ぎてからであった。最終的には、金広司陸も自供し、 コーヒーに混入された毒物は、奇跡であると判明した。1898年10月10日朝、金広四陸は、甲正則、金正和と共に、公主刑に処せられ、死体は、ハンスンの小路にさらされた。この事件はまた、国家の自主独立と国民の自由民権を唱える、独立協会の知るところとなり、独立協会、広告中央総商会、 万民共同会などによってよって強く指談されることとなった。これらの団体が中心となって民主政治の実現が強く求められ、構想と政府に対し猛烈な批判がなされた。外政に依存しすぎる構想の政治姿勢がこうした独殺未遂事件を発生させたのであり、こうした状況を打破するためには、定権の制限と民主の実現が急務であると主張したのである。 順州と法官寺の日本皇太子、吉人新王一行右から、伊母帝の李林、大正天皇、順州、有栖川の宮武人新王人事不正の重体となった皇太子の李は、当時24歳であったが、この事件により知能障害を起こし、判断能力を失った。1907年に、父皇宗が、 万国平和会議に密集を送ったハーグミッシ事件後、構想は伊藤博文によって強制的に退位させられ、代わりに順州として即位した。最後の大官皇帝となった順州は父とは対照的に日本に対して従順であり、即位式においても髪を立ち、日本風の大元水服を着用した。ありがとうございます。